はい聖書を開いてください。エペソの6の12お読みいたします。10節から終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさ際悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために 神のすべての部分を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。 イエス様のお名畑に関するですね、えー、セミナーをしているわけですけどもえー、っと予言は強力な力を持ったたものでありますそしてえー、っと使徒行伝における与えの予言を見てみればわかるようにですね2000年前のペンテコステの時に精鋭の激しい 働きと賜物特に予言の働きが大きく用いられたようにですねこの終わりの時にその働きがね、えー、大きく用いられてくるとうですからこの予言の働きを認めており使っているか使っていないかと大きな差が出てくるっていうことをねどうぞ覚えておいてください。こののの予言の働きの中でですね ちょっと興味深いなと思ったことがあったのはですねえっとチェコのねえ方がねえっと翻訳してくださったんですがまず最初にチェコ語に翻訳されてねそこで出版されたんですがその時にですねえっと何が良かったって聞いた時にですねえっとこの例の戦いのことを言ってたので予言の例の戦いのポイントに関してですね それがでえっと予言の言葉っていうのはですね、えー、この吟味して正しい場合ねこれは神が語られる言葉になるわけですね。そうしますとここに書いてあるようにですね例、えー、の戦いの時に、えー、っと武器と守りの ポイントに関してここで書かれているんですが、えー、この時にですね非常に興味深いことが出てくるんですね、えっと、大体防御の武器に関して書かれてるんですが一つ、えー、剣が出てくるんですねでこれは攻撃のこの武器になるわけですがその剣が神の言葉言葉を受け取りなさいと。 こういうよういよな形でですね語られているんですでこの、えー、と予言の働きっていうのはですねこの,おこの霊的なものを断ち切る武器になるということをですねどうぞ覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思います。例えばどういうような形で武器になるのかっていいますとですねえっ、ー、とサタンがこう動くときに その動きを知らせ対応を取らせるとでこういう面で武器になります。それで、えー、っと私たちがですね首都難の働きに入るときに、まあ、あのアメリカに来なさい二人の重要な人に会うっていうことでね行ったら、えー、ロバート・ユインさんとイエコ・ロママさんに会ったんですね首という預言者の方で使徒団の働きのまあ 創生みたいな方ですよねえ。そして非常に神様の特別な導きと、そして神様の特別な祝福の中でですね、えー、我々がまあ人々に、えー、導かれてるってこと、わかれ分かったわけですね。で、これはね、あの今の段階でかなり明確になってきてます。それは何かというと、えっと例えばね、インドの方々との協力は シトラン同士の抱会となってます。それとと,ともに今回は、えっ、ー、と、東ヨーロッパのね。スロバキアからシトランの集会の講師で招かれとるんですね。そして今、えっ、ー、と、ウェブコンサートってのは、こっちらは意識してないんですが。え、すべてシトランの教会になのですね。ですから、シトランの教会としての歩みの中に入っているんですが。えー、その時にですね。えっ、ー、と、一応。 神様に導かれたので、シトランに入るということになったんですね。で、その時に、えー、っとロバトさんとイデーさんが来て、私たちは安守するというね。こういうことになりました。で、その時、に予告があったんですね。えー、っとこのシトランの働きの中に入るのは、主の御心なので、サダンが妨害をしてきます。 そしてサタンの妨害はこういう形をとりますと今文章を書いてますと教会を誹謗する文章を書いてますでそれを、えー、この我々の暗示とともに、えー、配りますで,でその時に指示も出たんですねしかし、えー、そのままにしておきなさいと主の技が現れると。 こういうことでしたそしてですねその通りにね、えっと、我々が、えー、暗証を受ける時に、えっと、文章を書いてた人がいるんですね教会の中で。でその文章の内容は何かって、まあ、誹謗中傷みたいなもんで、えー、こういうふうに言ってましたね。えー、TLEA は十字架を述べ伝えていないこ,こんなふうなことを言ってましたね。 でそれは TLEA の土台は<う>えっと従事化ですからね何言ってんだっていうことになるわけですが <laughs> そしてですねその暗視とともにねそれをね配ったそしたらねその時にえっ、ー、と竹郷会から来た副牧師をやってた人がいてですねその動きを見てね大変なことになったと思ったそうですね。 えー、どう所理するか見とこうと思ったらですね我々何もしなかったでそれ消えましたでその時にねその福祉やって出した人が言ったですね見事って見事も何もないのはもう予告されていてそしてですねそれに対してまた指示も与えられていて我々は何もしないっていう指示を与えられていてですね えー、その通りに対応したときにひっくり返ったんですね。でこれがえっ、ー、と一つ霊的なものに対する予言の力です。えそれがあの起こっていきます。それとともにですね、えー、とある時予告があったんですね。えっ、ー、とねサタンが献金問題を起こしました。しかしですね。 サタンの目標はそこではありません、えー、そしてですねサタンはえー、っと聞き従いと予言に争点を与えてますで聞き従いと予言に問題があるというふうに動いてくるのでしっかりとした対応を取りなさいとこういうふうに言われたんですねそれで、えー、こちらは備えたわけですねそれで献金問題は起こってませんでしたし これからも起こりませんが、より明確にさせることにしたんですね。それはえー、っと我々に入るお金は、えーっと、直美ちゃんと高橋さん、ね、それからえー、っと誰かえ、吉田さん経由にしたんですね。そしたそしたらですね、その時に。 えっと300万円ね献金してきた人がいたんです。でそれで、えっと、その当時に、えっと、ミッションに、えー、っと個人の部門があったのでミッションの個人の部門に入れてきたんですね。で私に渡そうとしたのでもう警告を受けてるのでもうこっち経由にしないでね直美ちゃんとね吉田さん経由にしてもらったんですね。お金の流れを明確にさせるためですよね。 で、その時にですねこの問題が起こってきたんですねそれは何かというとですねのの献献金金ははてているんだけど、ミッションの献金は足りてないでそれでですねえっ、ー、とその時個人はミッションの一部分だったので、えー、と献金をですね一部ミッションの方に、えー、昔あの 動かしてそ,そこで使用していいかっていう許可を受けたも求めたんですねそれじゃいいということだったのでそれをね使うことにしたんですねそしてね使う時にこれは危ないなと思ったのでえー、っとそ,その方々のですねご親族がちょっと選挙の海外選挙の畑してたんですねだからそこに持ってたんです。 でそうしましたらねその後何が始まったのかっていうとですね、えー、っと私がねその300万円のうちからイスラエル代を取って使ったとこういうふうに言い始めたんですね。ででもねその時に支持、えー、をもうでに受けてるので明確に要するに、えー、っとお金の流れをですねしといたんですね。 でえー、とそれがね妥当でないっていうのすぐ分かりましたでもいまだに謝ってこないけどね <laughs> そしてね、えー、あの主が言われる通りにね何の問題になってきたのかっていうとですね関係ないのにねでもねそういうふうにサタンは動く っていう我々は予告を受けていましたので対応いたしました。でこの時に予言の働き重要な意味合いがあるんですね。それとともにですね予言はね神の言葉を取り扱うので神の言葉っていうのは霊の戦い以上重要なポイントがあるのです。例えば、えー、っと霊の戦いの時にね。 いろんな地域において霊の戦いをしますがその時にですね、まあ、聖書の言葉っていうのはね神の言葉になりますから、えー、霊的な戦いの大きなポイントとなるとともにね予言するっていうことを通して、ね、霊的なものが切られるっていうことがね、えー、起こってきます。で具体的ににそそういうい技が起こるんでででですすすねねねれと精神の 霊的なものが絡んでいる場合にえー、っと余計をさせるんですね。そうしますとねそれを通して神の御心を言うっていうのは素晴らしいんですが同時にね神の言葉でしょう。だからそれはね霊的なものにえー、っと断ち切るね神の剣の働きになるんですね。ですから。 それによってですね。えっ、ー、と多くの現象から解放されたり、そして技から解放されたっていう例をたくさん見てきました。また同時にですね。予言の働きがなすことを通して、えっ、ー、と教会に対する霊の働きに関する勝ち切りになるんですね。ですから、あの予言の言葉っていうのはですね。強力な力を持っているということをね。 どうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思います。また、えー、と預言の働きを通してですね、主の指示とか導きに関してですね、従うことができるってこというと談を語ってきます。例えば、えー、と海外選挙のことがねに関してですね、働きが始まった理由は予言です。 私は海外選挙で、えー、と献身したんですが、えー、とその時にですね、えー、途中でまあ無理だなということが諦めたんですねそしたらこの教会に立った時にその予言が始まって海外選挙海外選挙って来るわけですねそれで、えー、と来るんだけどすぐ焦れちゃうんですよねでもね来るでしょしょっちゅう来るでしょ来るでしょそうするとねもうね 忘れるも何もないわけですよねでその中でですね、えー、とこちらが海外選挙のもちろん確認を取る上で大きな助けになっているだけではなくてですね同時にその言葉の上に立ってそして突っ込んでいく時にですね大きな後ろ盾となったんですね。で余命の畑があるがゆえに、えー、と主の御心を全うし続けることができた。 ということは、ね、非常に大きな意味合いがありますでこの予言の働きというのは霊の高いの武器になるので、えー、ですから霊的な教会の霊的なものを断ち切ったりまた病気とか、ね、困難の中にある中での霊的なものを断ち切ったりこれはね起こってくるということをですねどうぞ覚えておいていただきたいとこういうふうに思います。また、えー、とののの働きといううは賜物を使うので でカバーしてるって時に、まあ、気づかない人も多いんですが、えー、と予言の旗行を使うこととしてビジョンとかそういうことが示されるだけではないんですね霊の断ち切りがなされているとそれが起こってきているということですねですから予言は、えー、と霊的な戦いにおいても重要なポイントを持っているということを、ね、覚えておいてくださいお祈りします手のスはあなたの恵みを感謝します イエス様の名前によってお祈りいたします。雨。